ここだ。このような古い遺跡に隠れるとは、アビス教団らしい。さあ、先を急ごう。火炎よ、燃やし尽くせ。裁きを受けよ。判決を下す。裁きを受けよ。裁きを受けよ。判決を下す。
僕を騎士なんかと一緒にするな。さあ、計画の中身をおとなしく吐いてもらおうか。手紙を読んだのか？お前にその秘密を教えるわけがないだろう。自分の立場をまだ分かっていないようだ。手を媒介に神の目の炎を放った？いつまで我慢できるか見てみようじゃないか。やめろ！頼むからやめてくれ！巨団は闇夜の英雄を憎む者を、その力を全てを集結させた。明日22時にモンドの正門へと奇襲を仕掛ける。知っているのはこれだけだ。本当だ。だからあの炎はもうやめてくれ。それだけか？ならいい。もう何かを隠せるほど強い心も残っていないだろうしね。情報は手に入った。僕は準備を進めさせてもらう。可能であればこの件について騎士団の動向を見ていてほしい。はい、任せてくれ、旦那。突然どうした？ついさっき、ディルックの旦那はオイラの怒らせてはいけないランキング1位に堂々ランクインしたぞ。ふん。早く闇夜の英雄を見つけないと。ああ、お前たち、ここだけの話なんだが本当に困ったよ。先ほどの会議で今回の行動指針が決まったんだが、どうなったと思う？いや、それでは闇夜の英雄の存在を支持することになると言われた。このような個人的な英雄を肯定すれば騎士団の威厳を損なうことになるともね。じゃあ騎士団はどうするんだ？闇夜の英雄の正体を明らかにして彼を保護することになった。保護？あいつの実力なら騎士団の保護なんていらないと思うけど。し、いや、まあお前たちにはいろいろと世話になったからな。はっきりと教えてやろう。保護はあくまで表向きで、本当の狙いはこの一件を騎士団の管理下に置くためなんだ。闇夜の英雄には手を出させないってことか？騎士団の実力を証明するためだよ。闇夜の英雄がいなくても騎士団がモンドを守れると民衆に証明するんだ。それにアビス教団が何をするかわからない。万が一闇夜の英雄に何かあれば敵の勢いを高めることになる。騎士団にも騎士団の苦悩があるんだな。それに闇夜の英雄の正体もわからない。怪しい人物が多すぎてどこから調査すればいいのかわからないんだ。そう悩む必要はないさ、ホフマン。俺の言う通りに調査すればいい。ガイア隊長。そうだな。最近ディルックのやつが毎晩エンジェルズシェアでバーテンダーをやっているらしいんだが、彼を見張ってみたらどうだ？そう難しいことじゃないだろう。それはもちろん問題ありませんが、しかしガイア隊長、つまりディルック様が闇夜の英雄であると疑っているんですか？さてね、どうだか。騎士団の中でも疑いの声は上がっているだろう。あいつ、騎士団の内情はこんな風になってるんだな。あとガイアはまるで闇夜の英雄の正体を知ってるみたいだったよな。早くワイナリーに行ってディルックの旦那に伝えてやらないと。